はい、皆さんこんにちは。こんにちは、リカユカです。リカユカです。はい、今日はこの最近出たストロベリーフラペチーノを飲みます。え？はい、飲むだけです。飲むだけです。はい、はい、お願いします。お願いします。はい、で、はい、あの、はい、飲むんですけど、今日ちょっと私たち髪型両方変わってます。気づきましたかね。気づいてるよ、見て、ほら色を染めました。はい、乾杯。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 いただきます。いただきます。いや、このこちらの下にですね、あの、紅の海が広がってます。面白くね。面白くね。本当面白くないですね。あ、はい、髪の毛ついてんだけど、やば。はい、紅の海を広がっていて、その上にですね、あの、はい、雲が乗ってます。はい、ホイップが乗っています。ホイップが乗っております。こちらをいただきます。はい、うーん、おー、すごい。ストロベリージャムですね、まさにこれ。え、そのまんまじゃん。え、ストロベリージャムにミルクが混ざっちゃったみたいな、混ざっちゃったみたいな感じの、うん、普通だな。美味しい、美味しい。フラペチーノがなんと出ました。え、でもすごい、すごい美味しいわこれ、やっぱ。うん、え、なんかやっぱ一番美味しいと思う。うん、すげえ、あの、だって色合いも綺麗ですし、あの、テンション上がりますね。いかにも美味しそうな感じがもう分かるもん、うん、見て。分かります、分かります。美味しいですね。美味しいフラペチーノが、うん、はい、梅雨を目前に出ました。出ました、ということですね。はい、まあ、先取りで、まあ、これは本当に、うん、女性もストロベリー好きな方は絶対飲んだ方がいいっていう感じですね。うん、うん、嫌いな人はいないだろう、これは絶対いないね。うん、はい、美味しい、美味しいです、うん、はい。まあ、ちょっと今日はただ飲むんだったらあれだったんで、あれだったんで、ちょっと私たちらしく何かやろうかなと思います。1個だけ、はい、はい、そんな今日なかなかやりません、あの長いんでね、私たち喋りが。そうだね、ちょっと余計な話しすぎて長くなるんでね。そうです、なんか、なんでちょっとやるんですけど、今日ちょっとマジック用意しました、1個。はい、え、何す、え、何をするの。あ、それはあの、今日ちょっと自分が店員になったつもりで、まあ、これにあの、なんか書くんですけど、まあ、今の気持ちを表してください。まあ、今の気持ち、まあ、定員になったっつうか、なんて書くか、今の気持ちをこちらに書いて、みんなに発表しましょうという意味わかんないことをやります。どこに書けばいいの。あの、なんかたまに店員さん書いてくれますよね、そういう、あ、なんか頑張れとかサンキューとかそういうことを書いていいの。もいいですよ、私も書きます。もし、あそこに書いたんだ。待って、ね、書いたよ。ちょっとね、前髪が伸びすぎてちょっとね、うん、低迷してます。あの、今ね、これをこう分けると M 字バンクとかになるんですよ。だから前髪定まんない。そうそう、定まんないんで今伸ばし中なんですね。けど姉はの、あ、前髪伸ばした方がいいか、あの、切った方がいいか、ちょっと皆さんジャッジお願いします。伸ばした方がいいね、今悩んでるんで、うん、前髪を。はい、はい、じゃあ書きましたんで。僕も書いたです。じゃあどうしますか。あの、じゃあ渡します。渡して発表してください、はい、交換、ブツブツ交換で。じゃあ読みます。え、じゃあいきますよ。あの、え、マジやば、これちょっと読んでいいのか分かんないし、じゃあ先にどっち。いいですよ、はい。今日俺は人間をやめますって書いてます。今日俺は人間をやめますと書いてるんですけど、これはどういう意味で書いたんでしょうか。はい、これはですね、あの、今日俺は人間をやめますっていうのは、人間をやめて、あの、人間をやめることによって、あの、ちょっとかけ離れたことをやって、あの、銀のここを盾を狙うという、あの、気持ちを書きました。はい、はい、なんで人間を今日でやめたいと思います。はい、はい、以上です。モンスターですね。はい、はい、もうやばいですね。何喋ってるんですか、この人。私は、や、私の方がちょっと面白みなんもないよ。いや、これマジ意味わかんないです。正直、はい、いきますよ。だってお客様に提供するんですよ、絶対喜ぶよ。やってじゃあいきますよ、はい、うん、じゃあ、はい、なんと、ストロベリースカイ。はい、すいません、面白くなくて。ストロベリースカイっていうのはイチゴの空っていう意味ですよね。そう、やっぱりイチゴの空って言ってみたいし、行ってみたいじゃんね、はい、いつかは。ということです、ストロベリースカイということで。じゃあ、今日俺は人間をやめますということですけど、はい、このしょうもない、
企画。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、もう本当にしょうもないです。はい、しょうもない企画でした。はい。はい、まあいいです。もうあの教えてください。はい、うん。教えてください。はい。でこれは？ちょっとこちらは私があのさっき、うん、ついでに行った時に見つけたんですけど、ストロベリーストロベリー名前なんだっけ？ストロベリーケーキですかこれ？ストロベリー確かになんか。えストロベリーバナナケーキみたいな感じになってるんですけど、調べられますかね、もしよかったら。すいません、はい、あの本当に準備が悪く、でも本当にね、こんな華やかな形ですごい可愛い、可愛いね、それ見た目が、可愛さがもう満載っていうか、なんかもう見てるだけでお腹いっぱいになる感じ。スタバの、スタバの、あ、これはストロベリーバナナのフラワーケーキ。そうです、だからフラワーみたいに可愛いらしいんですね。可愛い可愛い可愛い。じゃあ行きますか。食べましょう。でこのやっぱり縁についたミルクを舐め、はい、舐めません。舐めないでください。はい、舐めません。意味わかんないです。で、あ、それしかないんで持ってきました、計量スプーン。はい、で一口で食べて感想を言いますね。感想じゃあ行きましょうか。はい、すごいこれ、なんかこれすごいです。中に入ってます、中に。え、そうだ、中に何か入ってます。本当だ。じゃ行きましょうか。3層で綺麗ですね。3層で、なんとこの美味しそうな、いきますか、匂い。なんか合う。うん、あの美味しい、このバナナとストロベリーが合う。え、ね、辛しの味します。やばいです。やっぱ姉は舌が本当におかしいというのが。辛しの味しない。いや、まあ美味しいです、美味しいです。あの辛しの味しない、すごい美味しいです。なんだろうこれ、中に、ん、まだ来てなかった私。ここにね、うんうん、クッキーが、うん、クッキーが真ん中に出て、でっかいのが出てくるというこのサプライズ。さすがスタバさんの力、作戦ですねこれ、うん、サプライズをよこしてきた。はい、なんかすごいバナナと一部合うんですねこれ。うん、あ、パクパク、おいしい。これ出されたらもうバクバクいっちゃうやつだ。うん、なんかね、うん、甘くないよねこれ。甘さすっきり、それがいい。甘さすっきりだから、うん、そう、バカバカっていける。バカバカバカいける。ただちょっと、うん、からしっぽい味する。からしの味する。さっきなんか私薄い味、あの美味しいけど薄めの味、ほんのり。私こんぐらいでいいですもん。うん、なんか大人のケーキって感じだね。うん、アダルトケーキ。アダルトケーキ、うん、キモ。美味しいです、美味しいです、はい、うん、じゃあいただきましたんで今日はこういう感じですね。あの、はい、そうですね、はい。ちょっとあんまり、ね、なかなかやるとですね、あの変な方向にまたいつもあっちゃこっちゃ話おかしくなるんで、まあ、ごたが、まあ、いつもごった返してますけど、はい、はい、うん、なんで、おいしい、おいしい、うん、あ、飲んでよかった、うん、こちらのスタバ、うん、ストロベリーフラペチーノ、ぜひ皆さん、飲んだ方がいいです。よろしくお願いいたします。飲んだ方がいいです。はい、スタバ広報部、はい、ぜひよろしくお願いいたします。美味しいです、はい、美味しかったです。はい、1人5杯、1日3杯、うん、5杯、うん、でかいサイズいっちゃってください。はい、はい、うん、うん、じゃ本日はこれにて以上です。以上になります。はい、はいはい、以上大人の、スタバの楽しみ方でございました。はい、はい、じゃ今日もしょうもなかったですけども終わっていきます。はいはい、じゃあありがとうございました。はい、失礼、島村です。え